はい、しごです。まあ、癌になりたくなかったらですね、今すぐこれをやってくださいっていう話をちょっとしたいと思うんですけれども、今日から何をしてほしいかというとですね、それは口の中の徹底的なケア、航空ケアなんですね。最近の研究によってですね、口の中の細菌というものが、口の中の問題だけではなくてですね、まあ、全身の健康に極めて大きな影響を与えるってことが分かってきました。歯周病菌として有名なね、ポリフィロモラス・ジンジバリスという細菌がいるんですけども、この細菌はですね、糖尿病とかですね、動脈硬化に大いに関連しているってことが分かっているわけですが、同時にですね、口の中の癌のね、 一緒にも関わっていますただ、あくまでもですね、これは口の中の癌の話なんですが、特にですね、この癌との関連ということに関しては、口の中の細菌がね、歯周病だけではなくて、まあ、全身の様々な癌にですね、影響を与えているということが、続々と明らかにされてきています。基礎としてはですね、ま歯、あ、周病があることによってですね、免疫がやっぱりですね、そこの部分でかなりこう影響を受けるんですね。そして、全身の臓器に悪影響を及ぼすと。同時に、中中の菌っていうのはどんどんこう腸の中入っていきますから、腸内細菌に悪影響を及ぼすことによって、免疫が来ることによってですね、まあ やっぱり、癌に関わってくるんじゃないかということなんですね。歯周病と癌のリスクに関してはですね、大規模な研究というのは2017年、閉経後の女性に関しての研究で行われています。6万5千人以上のですね、平均年齢54歳から89歳の女性をですね、平均8.3年間ですね、まあ、経過観察をしていって、まあ、癌の出現までずっとモニターしていくわけですね。研究終了までに約1割強のですね、7100人の人がですね、まあ、癌の診断を受けたわけなんですが、その中でですね、歯周病との関わりを見ていくと、特にですね、関連が強かったのが、まず、食道癌だったんですね。 歯周病のある女性がし病のない人に比べてですね。約3倍のリスクがあるという結果だったということです。口の中の菌がですね。直接飲み込んで最初に接する臓器っての、ね、はやっぱり食道とかなもんですから、それのリスクに関してはですね。当然かなと思うんです。けれども、他にもですね。例えば乳がんとか肺がんとかですね。まあ、皮膚がんの一つです、ね。メラノーマであったりだとか、胆嚢癌に関してもですね。歯周病との関連が強く疑われたんですね。その中でもですね。まあ、研究としてですね。どん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 こう。いろ関連が出てくるのをして、まあ、大腸がんもですね。その後はっきりとした関連。 されています。歯周病菌であるですねフソバクテリウムヌクレオタムという、ね、菌がいるんですけれどもこの菌はですねまあ口の中のがんと同様にですね大腸がんとも関連することが示されていますがんのね、まあ、前駆症状はですね慢性炎症なわけなんですけれども特にですね歯周病というのはですね全身の慢性炎症をですね引き起こしやすい病態として挙げられるのでたかだか口の中の炎症がですね、まあ、全身のがんを引き起こす可能性ということが十分あるってことなんですね特に喫煙する女性に関してはですねこの研究ではですねあらゆるまあがんのリスクが 上が上るとといいうことも示されています最近ではですね、口の中の細菌っていうのを正確に同定することができるようになってきたんですね。まあ、メタゲノム解析っていうですね、解析方法によって、えー、本来はですね、見つけることができなかったような微細なですね、まあ、DNA とか RNA の断片をですね、検出することによって、ここにも口の中の細菌がいたってことが分かるようになりました。先ほどのですね、大腸がんの中に口の中の細菌が見つかったというのもですね、まあ、このメタゲノムをするようになってから見つかった話なんですね。 細菌ととのの関連といいが指摘されれるるんんじゃないかなかことは疑われているんですねですので、毎日ですね、まあ、ブラッシングすることは当たり前なんですけども、あの、フロスを利用したり、歯間ブラスを利用したり、それからですね、エッセンシャルオイルを使った、まあ、オイルプルっていう、まあ、オイル磨きですね、そういったものをして、しっかりとですね、口の中のケアをするということ、まあ、歯間にね、定期的に通って診てもらうことも大事ですし、もちろんですね、普段ですね、まあ、歯茎からのこう出血とかね、ちょっとした歯周病の兆候を見逃さないようにしてほしいんですね。あとはですね、自宅でできる簡単なケアとしては、緑茶でのですね、 簡単な口の中のうがいです。えー、緑茶の中にですね、含まれるカテキンではですね、まあ、ポリフェノール分離されるカテキンですけれども、口腔内の細菌のですね、バイオフィルムを破壊する効果があるってことが分かっています。カテキンとはですね、その、まあ、バイオフィルムを破壊することによって、虫歯とか歯周病菌の繁殖をですね、まあ、そういったのを抑えるだけでなく、口の中のですね、まあ、検知製菌の、えーまあ、増殖を抑制することによって、口臭予防にもつながるんですね。ぜひですね、緑茶によるこう,うがいっていうのも利用してほしいんですね。まあ、いずれにしてもですね、口の中のケアっていうのが、想像以上に僕たちのその 健康状態に影響を与えるとということ、まあ、これまではではすね、例えば糖尿病であったりとか認知症であったりだとかですね関節リウマチっていうのがですね、まあ、口の中の細菌のトラブルによって起こるよってことはですね明らかにされてきていたんですけども最近は特にですねこの癌ということが口の中の細菌の関連してるんじゃないかということが強く疑われていてそしてまあ続々と証拠が上がってきているんですねですので皆さんもですね、まあ、今の口の中の状態がどんどん悪化する前にですね早めに手を打って口腔内ケアイコール、まあ、がんの予防と思ってですね取り組んでいただき い,ければいいかなというふうに思います今日の話に役に立て寄った方高評価のボタンをお願いしますチャンネルフォローもよろしくお願いします